ブランディング、またはブランドマネジメントは、ブランドに対する共感や信頼などを通じて顧客に、とっての価値を高めていく、企業と組織のマーケティング戦略。ターゲット市場における、ブランドの現状認識の分析から始まり、ブランドがどのように認識されるべきか計画し、計画通りに認識されるようにすることが目的である。認知されていないブランドを育て上げる。 あるいはブランド構成要素を強化し、活性、維持管理していく手法でもある。ここでいうブランドとは高級消費財に限らず、その対象としては、商品やサービス、それらを供給する企業や団体のほか人物、建築物、史跡、地域、祭事など、あらゆるものが該当する。ブランドマネジメントの具体的な構成要素には、製品そのものが含まれ。 無形の構成要素にはターゲット市場がブランドと共有する経験であり、そのためブランドとターゲット市場との良好な関係づくりが必要になる。ブランドマネージャーは消費者のブランド連想やブランドを生み出すサプライチェーン関係者との関係を管理する。2001年ヒスロップはブランディングを競合からの再化と顧客の忠誠心を構築する目的で、 製品と顧客の感情認識との間に関係を構築するプロセスと定義した。2004年と2008年にキャプファーとケラーはそれぞれ顧客の期待値を満たし常に高い顧客満足度を実現することと定義した。商品の場合、ブランディングは常に顧客の期待や信頼に応えるよう行動し消費者をはじめとしたステークホルダーの共感や支持を 獲得、拡大していくこと、またそれに関連する一連の活動のことである。その過程においては、ブランドネームやロゴ、衣装、ハロー効果などによる多商品との差別化、PR や広告、様々なマーケティング手法が用いられるが、それらによりもたらされる知識や良いイメージなども含めた、顧客にとっての価値を最大限高めていくことが目的である。ブランドマネジメントは、 製品の知格価値を高めるために一連のマーケティングツールと手法を使用する。マーケティング戦略と連携しながらブランドマネジメントにより製品価格を上昇させ前向きな関係やイメージ、ブランドの強い認知を実現させて忠実な顧客を構築する。文字ができる前の社会では独特の形のアンフォラがラベルの機能の一部を果たし原産地。 生産者の名前に関する情報を伝達し、製品の品質を主張していた可能性がある。ブランディングの最も初期の起源は、戦士時代に遡ることができると言われる。石器時代と青銅器時代の洞窟の絵画に描かれている家畜、エジプトのファナリーアートワークに描かれている動物、陶器や道具などの財産に付けられるマーク、そして、商取引の際に商品に付けられる気象などが見られた。 その後、古代、中世、近世、近代、現代にわたり、ブランディングは様々な進化を遂げてきた。1940年代までに製造業者は消費者が社会的、心理的、人類学的な意味でブランドとの関係を発展させている方法を認識し始めた。広告主は動機づけ調査と消費者調査を使用して、 消費者の購入に関する洞察を収集し始めた。20世紀後半を通じて、ブランド広告主は、消費者が自分に合った個性を持つブランドを探しているという洞察に基づき、商品やサービスに個性を吹き込み始めた。日本では、ブランディングという概念が広まる前の1980年代から1990年代後半までは、企業は、コーポレートアイデンティティ、商品は、 ブランドアイデンティティのほか、店などは、ショップアイデンティティという名称で規模の代償に、こだわらず、多くの企業において、計画、実行された。CEI、商備、SI においては、ロゴシンボルなどのビジュアルデザインの実行に止まることがほとんどであったが、現在のブランディングは顧客による、ブランドの体験全体を範囲として扱う。ブランド連想とは、消費者の記憶に保持され、 連想ネットワークを形成し、キーとなる項目から連想されるすべての情報のことを指す。それぞれの項目、情報は互いに密接に関連している。例えば、ブランドイメージ、ブランドの個性、ブランド態度、ブランド選考などの項目は、ブランド自己適合性の源泉を説明する連想ネットワーク内にある情報である。ブランド態度とは、消費者が、 自分の色メガネを通したブランドへの総合評価のことを指す。ブランド認知度とは消費者が様々な条件下でブランドを識別できる範囲を指す。マーケターは通常2つの異なるタイプのブランド認知度を活用する。ブランドエクイティとは文献の中からは2つの異なる定義がある。1つ目の会計上の定義はブランドエクイティはブランドの財務的価値の尺度であり、 ブランド価値により追加で得られる財務的価値の追加流入量である。別の定義はマーケティング的であり、ブランドエクイティが消費者のブランドへの愛着の強さの尺度であり、消費者がブランドについて持っている関連性と信念を説明するものである。ブランドイメージとは組織がブランドに投影した意味や概念のイメージを指す。ブランドパーソナリティとは ブランドに適用可能な関連する人間のパーソナリティ特性のセットを指す。ブランド自己適合性は消費者が自分自身の個性と一致する個性を持つブランドを好むという概念に基づいている。消費者はブランドの個性が自分のブランドと一致するブランドに強い愛着を持つ傾向がある。ブランド選行とはブランド刺激に対する認知情報処理を要約した。 特定のブランドに対する消費者の傾向を指す。ブランド志向とは組織がブランドを評価し、その観光がブランド能力の構築に向けられている度合いを指す。これは社内外の両方でブランドと協力するための意図的なアプローチである。強力なブランドへの関心の高まりの背後にある最も重要な原動力はグローバル化の加速です。これにより多くの市場で これまで以上に厳しい競争状況が発生している。製品の優位性は、それ自体ではもはやその成功を保証するのに十分ではありません。技術開発の早いペースと模倣品が市場に出回る速度の向上により、製品のライフサイクルが劇的に短縮された。その結果、製品関連の競争上の優位性は、すぐに競争上の前提条件に変わるリスクがある。このため、 ますます多くの企業がブランドなど他のより永続的で競争力のあるツールを探している。ブランド管理は製品、企業及びその顧客と構成員の間に感情的なつながりを作り出すことを目的としています。ブランドマネージャーやマーケティングマネージャーはブランドイメージを管理する。ブランドマネージャーは潜在顧客を見込み客に、見込み客を購入者に、購入者を顧客に、 顧客をブランド支持者に進化させる戦略を立案、遂行する。時代の流れやトレンドによる顧客ニーズの変化、また競合品、代替品の出現など、刻々と変わる状況に対応するためブランドも新陳代謝を繰り返す。しかしそのどの場面においても焦点は顧客の頭の中に形成されるイメージに合わせられており、時を経て蓄積されたそれら無形資産が消失。 分散されることのないよう、企業によって注意深く計画、管理される。ユーザーは様々な機械やメディアなどを通じて商品情報と接触するほか、店頭で目にして手に取り、実際に利用することでその品質を体感する。これら一連の中にユーザーの期待を裏切らない満足があるとき、その商品はユーザーエクスペリエンスをもたらす商品として記憶され、 さらなる注意が向けられるようになり情報収集と利用を繰り返すという循環が生まれる。このように商品とユーザーの間にできた体験を伴う良い関係が商品に対する共感や信頼を育てユーザーの顧客化が起こり徐々に顧客の頭の中にブランドイメージという行動を決定する力を持つ概念上の価値が構築されていく。ブランディングは 精神的な構造を作り出すこと、消費者が意思決定を単純化できるように、製品、サービスについての知識を整理することと、ケビン・レーン・ケラーが言うように、ターゲットの選定やポジショニングなどの重要性と同様、顧客の立場に立った誠実で、分かりやすいコミュニケーションがブランドへの共感を育成する上で重要である。仮に、ロゴマーク、キャラクター、オーオンドメディア、 戦略 PR、パッケージデザイン、店舗デザイン、冠イベント、また反則キャンペーン、プレゼントキャンペーン、口コミなどを大くくりに顧客の立場に立ったブランディングのためのコミュニケーションであるとすると、日本語本来の広告と限りなく同じである。そのこととは別途事実関係として、コミュニケーションがブランディングに寄与しない場合の方が寄与する場合よりもはるかに多い。 例えば、マクドナルドは季節ごとに、多種多様な、キャンペーン、新製品追加、オーマス広告、新聞チラシ、SNS、アプリの中のクーポンなどとして行うが、各々が、ブランディングに寄与しているかどうかはわからない。むしろ、いつも賑やかで楽しそうといった寄与しとした、ブランドイメージを維持、強化していると考えられる。インターブランドの2019年のトップ10。 グローバルブランドは、アップル、グーグル、マイクロソフト、コカ・コーラ、アマゾン、サムスン、トヨタ、フェイスブック、メルセデス・ベンツ、IBM である。コモディティ、フードサービスとテクノロジーの分割は偶然の問題ではありません。両方の産業部門は、それぞれ清潔さ、品質、または信頼性、価値に依存できなければならない個々の消費者への販売に大きく依存しています。 このため、農業、学生ローン、電気などの業界あまり目立たず、認知度の低いブランディングがあります。さらに、ブランド価値は、単に消費者の魅力の曖昧な感覚ではなく、一般に認められた会計原則の下でののれんの実際の定量的価値です。企業は、商標権侵害の卒業を含め、自社のブランド名を厳格に擁護します。時折、 商標は国によって異なる場合があります。ありがとうございます。